新刊何が何でも長編小説が書きたい大絶賛予約中鈴木喜一郎作家ラジオ今日のテーマは最初の長編小説がなぜ書けないのかえっと今日のテーマは新刊の何が何でも長編小説が書きたい えまあ、そこから、ちょっと、そこで書いた話を少しちょっといたします。えっ、ー、と、長編小説が書けない理由っていくつかあるんですけども、どの時点で書けないかという、そういう問題があります。え一、ー、作目が書けない。もう最初から長編が書けないっていうケースと、あと、最初は書けたんだけど、二作目、三作,作目が書けない。 っていう、まあそういうケースがあります。えっ、ー、と、で、こう、実のところを、一作目は書けたんだけど、二作目がなかなか書き上がらないんだよねっていうことっていうのは、そちらの方が実は多いです。ねえー、まあ、だまあ、その話はちょっと置いといて、えっと、一作目が書けない。 とりあえず最初の一作目の長編が書けないよっていう、まあその話をしていきましょう。えっと、最初の一作目が書き上げることができないっていうのは、まあこれはいくつかの理由があります。<coughs> 長編小説が書けないんですっていう相談をよく受けるんですけども、まあよく受けし、よく目にもします。うん で、この時に、その、一体どういう状態なのかっていうのが、こう、わからないと答えられないってことが結構あります。なぜかというと、その一作目が書き上げられない理由って、いくつもの理由があるい。いくつもの理由が考えられるんですよ。で、しかも、それが複合的に発生するので、だから、こう、軽々しく、それはねっていう答えることは、僕は控えるようにしてます。 で、その、いや、実は、長編小説書けないんですよっていうふうに相談を受けたときに、ちゃちゃっと答えられる、もし答えられる人、えー、答えられる人がいた、いるとしたら、それは、まあ、当たってないと思ってください。んで、まあ、その、いくつもある、その、理由っていうのが、一今、ざっと、 書き上げたところで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、十いくつあるんだな。で、えっ、ー、と、<laughs> まあ、これは複合的に発生するということが結構あります。まあ、えっ、ー、と、よくあるものとしては、環境的な問題ね。 で、環境的な問題というのは書かなくていいから書かない。ですとか、書く時間や書く場所がない。ええ、それからとお、えー、無駄ばき、無駄働きだと思うと筆が進まない。え、 あと、おう、まあ、中高年の男性、もうこういう言い方をするのはもう語弊が、語弊を承知で言ってしまうんですけども、もう言ってしまおう。中高年の男性でよくあるのは書き上げてしまうと自分の実力に直面してしまうのが嫌だから、だから書けない。っていう、これは本人が自覚してないことがと結構ありますけどね。ただ、いろいろ話を聞いてみると結局そういうことだよねってことがあります。 あとお、まあ、主犯のじじ、えー、事情で本文にはあえて踏み込んで書かなかったことに、心、え、身、ー、のお不調っていうのがあります、えー。小説の執筆っていうのは、うつ病を誘発するという、うそういうことは結構あります。えー まあ非常にうつ病を誘発しやすい環境で執筆をするので、だから、こう、まあもともとうつ病などがあると、小説を執筆することによってうつ病が悪化して、悪化してしまう。その結果原稿があー書けなくなってしまう。そうすると原稿が書けない自分に苛立って悪化するという、そういう、おー 負のスパイラルに落ちるということはあります。あと、環境的なもの。小説の執筆というのは仕事として考える場合に、えー、承認欲求ですとか実現、自己実現欲求を,よを満たすための、そういう種類の仕事になります。えっと、まあ、ここら辺の話はもう話し,しだす、もう口で説明するのって結構、 厄介なので、書いたものを読んでください。えっと、ここら辺は話その読んだ方が早いですうー。長編小説が書きたいを読んでください。えっと、まあ、ざっくり言うとこう、社会生活が止まってると長編は書けないです。それからあと、移植自由が安定しないと長編小説って書けないです。あと、収入が安定しない。 まあそういう事情もそういうこと、それもやはり書けない理由には、非常変した説が書けない理由になります。はい、で、えー、なんていうんですかね。え、こう、ある種の発達障害というのは、発達障害、ある種の発達障害、ある種の ADHD などの発達障害というのは、 小説の執筆においてはプラスに働くことは結構あります。で、その、そういう種類のものというのは、こう、非常にいいアルコール、ギャンブル、セックスなどの依存症に陥りやすい性質があるということは言えます。で、まあ、皆さん、 薄々気づいていらっしゃるでしょうけども「おま、飲むうをネタにした小説結構あると思います。それこそ「お李博」の時代からね。ねえで、えー、そういう場合素材としてはいいんだけれどもその状態で長編を書くことはその集中力の維持という点で問題があるので えー、そうした依存症などがある場合には安定した時期を、その症状が安定することを待つ必要があるということがあります。で、えー、心身の障害っていうのは小説の執筆に関して言うとプラスに働くことはあります。で、 各種障害ですな、ね。そういったものが困難で、小説家、就労が、障害などで就労が困難な場合に、小説家を目指すというのは決して悪い選択肢ではない。小説家というのは自営業なので、えっ、ー、と、自己、時間に対して対価がか支払われるのではなくて、成果に対して対価が支払われる,、えー、われると。 そういう種類の仕事ですので、えー、時間の拘束が比較的自由な仕事です。ですので、まあ、あ修羅が困難な場合に、じゃあ小説家を目指そうかっていう選択肢としては悪くはないです。ただ、あ他の,その自営業と同じようにその、ある程度安定するまで、収入が安定するまでには、 あ結構な時間がかかります。で、えー、技能としても結構身,身につけな、ね、い、そういうのに時間はかかる。えー、収入に関して言うと、収入も非常にその不安定だ。まあ、不安、まあ、不安定な会に、その代わりリスクも少ないですけどね、という部分があります。ですので、えー もし小説家を目指す場合に、障害、障害などがあって小説家を目指す場合には、あ生活保護を申請したいだとか、障害年金を申請したいだとか、障害者手帳の受給を申請したいとか、という形で、取って、その、住居と、それからと、今、生活保護家でもネット環境は、あネット環境、使える時代ですので、 えー、住居と、そしてネット環境、執筆環境というのは確保するようにして、えー、やっていくということは重要です。クうるところに住むところ、それからあと社会活動、それが、あ小説の執筆には実は不可欠。という長編を執筆する上ではね、えー、そこが書けてると、実は長編が書けないっていう、ことはあります。 なぜで書けないかって話になると、その、まあ、せこそ本当にいい、心理学の、社会心理学のトータルコーターっていう話がして長,長くなるので、まあ、その話はまあ、本の方でしっかり読んでください。えっと、まあ、2作目以降、1作は書けた。だけど2作目書こうとしたんだけど、筆が進まないんだよね。3作目が書けない。4作目が書けない。 原稿が書けないとかっていうようなあ、そういう悩みについては、まあ、まあ、それについても一応解決法とかっていうのは、まあ、あるんだけど、そこら辺のところは、まあ、またリクエストがあったら考えます。気が向いたらあ、こう、マシュマロの、うん 特命のマシュマロボックスというのが概要欄を見ると、概要欄にありますので、そこから、まあ、続き聞きたいよとか、なんかそんなようなことをリクエストしてください。告知です。2021年11月下旬に鈴木の新刊が出ます。えっと、 今回の新刊は、その電子書籍の予定がありません,、うん。その電子書籍と違って紙の書籍というのは部数に限りがあるので、お早めにご予約ください。タイトルは何が何でも長編小説が書きたい。カーデ処方新社から1782円で発売。 長編小説の執筆に行き詰まる事情と解決法などなどをご案内しています。江戸川乱歩賞や横溝正師賞、大両芋の新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇る鈴木喜一郎小説講座のノウハウを詰め込んだ一冊です。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を受け付けています。リモート講座で全国どこにいても受講できます。詳しくは概要欄をご覧ください。 というところで、鈴木喜一郎作家ラジオ。まあそんなところです。ではではでは、失礼します。